これ今度のゼルダですね、天空の島をベースに物語が始まっていきます。地上におるんですが、剣をリモコンで振るようになったことで A ボタンが開きました。これでリモコンと A ボタンで非常にスムーズなつながりのアクションができます。リモコンを振ってロープを渡り、 A でダッシュし駆け上り、綱渡りはリモコンでバランスを取る。剣は切りたい方向に切ります。クモの巣も好きな方向を切ります。敵には Z 注目をして切り落とす。泳ぐとき水中ではリモコンを傾けた方向に進む、向けた方向に進むんですね。敵はダッシュで駆け上がり、これは後ろから切りつける。木の盾を持ってますね。木の盾は切りたい方向に切り刻めます。当然敵もガードをしてきます。剣でガードをしていない方向から切る。これは右が縦ですね、横、これ右が空いてますね。ダッシュで駆け上がって敵を坂から落とす。ちょっと新しいボスキャラクター、今回の目玉ギラヒムといいます。こう剣の使い手なんですけども強いです。私も随分とこれ懲らしめられました。でスカイウォードソードで字を書いたり、それから天空のパワーを集めて謎を解いたりしてゲームは進みます。フックショットなんですけども、連続にフックショットを使うのがすごく快適になりました。直感的なので本当迷うこともないです。魔法、これ新しいアイテム、魔法の壺ですね。砂を吹き飛ばしたり敵を吹き飛ばしたり、新しい謎解きです。こういう狙うポインターのように使う狙うアイテムもすごく使いやすくなりました。弓はポインターのように狙い、左手で引くと素早く撃てる、より弓足使えます。これはビートルという虫です。本当は虫型ロボットなんですけど、偵察に使ったり攻撃をしたり、このゲームではいろんな新しい遊びのパターンを織り交ぜて、ダンジョンがいくつとかいうような構造ではないんですね。より進化した作りになったと思います。これはサイレンというゲームの仕組みなんですけども、リンクは武器を持たずに走り回るだけで心の試練を受けるという遊びです。虫取り網もありますね。並行して進むサブイベントとミニゲームもふんだんにあります。薬屋に持っていくとね、取った虫でアイテムのパワーアップをしてくれます。これいろんな材料を集めてアイテムのパワーアップをするというのも今度の大事な要素です。これはテリーのお店ですね。テリーは今度は船じゃなくて飛行船でやってきます。これはポインターを使ってダウジングっていう遊びなんですけども、これはゼルダの後を追いかけたりアイテムの場所を探したりして進んでいきます。もちろんゼルダの遊びの柱、さまざまな謎解きも健在です。さあこれで空の世界に戻りましょう。空の世界ではロフトバードっていうのに乗ります。リンクは赤い特別なロフトバードで冒険をしていくんですね。25年間培われたゼルダのさまざまなルールとアイデア、その濃密さは本当に息を使う暇も与えないと思います。さらにこう100分にも及ぶデモシーンがあるんですけれども、今日はねデモシーンはこう少しにして、どちらかというとプレイシーンを中心に見ていただきました。これプレイしてるんですよ。さあ、ね、総プレイ時間はどうなんでしょうね。50時間、100時間とも言えるかも分かりません。さらに遊び終わった後にはボス専用バトルとか、オカリナ 3D で作ったヒントムービーシステムによって初心者へのガイドも十分に準備しています。チュッシュチャッチャッチャッバチャッジャギッっていう感じですね。こういう感じで、遊び終わるんですけども、さて遊び終わって心に残るものは何か